では佐藤選手です、高木菜那選手に迎えられて笑顔もありました。どうでしたか？そうですね、予選で菜那さんが転んでしまって、決勝ではもう本当菜那さんの分まで頑張ろうっていう気持ちで、菜那さんにも送り出してもらえたんですけど、でも2年ぶりということもあってなかなかこう思うようにいかなかったので、ちょっと難しいなって思いながらのレースだったなと思います。最後の1周、あの接触というのはどういう状態だったんですか？はい、あの最後の1周の接触というのはどういう状態だったんですか？やっぱりたらればになっちゃうんですけど、あの接触がなければ、3位も狙えたのかなと思うところがあるので、でもやっぱりそれ最後の 100m、200m よりはそれまでの15周のところでやっぱりこう自分の下手さだったり、ちょっとレース展開を滑りながら、うまく読み取ることができなかったので、ちょっとそれは、やっぱりどうしても2シーズン滑ってなかったっていうのもあったので、ちょっと難しいところが出たのかなと思いました。あのパシュートから切り替えるのも難しかったと思うんですけれども、改めてこのチームの絆っていうのはどのように感じてますか？そうですね、この4人の絆っていうのはもう本当に深くて大きくて、私にとってもすごく本当に大きな宝物になっているので、その絆っていうのが、それぞれの個人の力にもつながっていると思いますし、こうやって最後の最後まで美穂さんと押し切りさんも応援してくれて、で菜那さんと2人で、最後になるかもしれなかったんですけど、もう本当に最後は2人で楽しもうということだったので、結果としては悔しい結果になってしまったんですけど、でも何ですかね、こう、菜那さんだけじゃなくて他の国の選手とかもレースの前に頑張ろうねっていう風に声をかけ合っていったので、私としてはすごく楽しめたレースだったのかなと思いました。どうもありがとうございました。では高木菜那選手です、よろしくお願いします。お願いします。少し時間がありましたけれども、どのように振り返っていらっしゃいますか？そうですね、やっぱり2シーズンぶりのマススタートで結構気合を入れていったんですけど、やっぱりなかなかいいレース展開を作れなかったっていうのと、やっぱりどういうふうにレースをしたらいいのかっていうのが結構わからない部分がたくさんあって、本当はなんかもっといい位置についてずっと後ろにつきながら、もうちょっと楽に取っていくっていうことをやりたかったんですけど、なかなか思うような展開にもならず、ラストもう結構エッチングだったりとか、ぶつかってしまって、もう左足が結構もう言うこと聞かなくなっちゃってたなっていうところがあって、両方なんか結構もうラスト、もうなんか足来て転んだっていうよりかはもうスケートが持ってかれちゃったっていう感じだったので、今回の、そうですね、そういう感じです。答えていただいてありがとうございました。はい、ありがとうございました。